やでもワールドカップいつもこういうの聞かれますけど難しくないですか？わかります？なん自分の場合はやっぱ日本代表が一番大事なものだったんで、うんうん、それを発揮できる自分の力とか日本の力をこう示せる場所、今の力は世界でどれぐらいなんだっていうのを確かめる場所とかだったんで。中村選手にとってのワールドカップ、それは試練の連続でした。2002年の日韓大会直前での落選、2006年のドイツ、攻撃の中心として期待されながら一勝もできずに敗退、そして2010年の南アフリカ、大会直前にレギュラーを外されました。帰国後に日本代表からの引退を表明したのです。最初の入りそうな時は日韓の時ですね、うん、あの時はもう最後の最後で選ばれなかった、うん、その時は別にやることはやったし、うん、なんか自分の中で負けてないものがあったんで、うん、その時はまあ若かったですし、うん、落ち込むってことはなかったですけど、うん、でドイツ行って、うん、まあ、10番付けでというかトップ下でやらせてもらって、で予選で敗退、でこう周りからも言われるじゃないですか。で今度は、南アフリカですね。その時はもう本当それは逆、今度行ったけどやっぱベンチとかそういう時間を、なんかこうワールドカップになかなかいいプレーができないっていうか、うん、そこに合わせてきたはずなのに、うん、いいプレーができないっていう、その時のこう落胆さとか、うん、そういうのに少しメンタルが疲れたのはありますね、うん、情熱はなくないですけど、うん、いつぐらいからそう思ってたんですか？もう代表は引退でもこの大会期間中ですか？引退しようとなんて全くなかったですけど、うん、そのやっぱり期間中ですね、うん、なんでこうなったのかっていうのとかと、これからこうしなきゃいけないっていうのをもう毎日ずっと部屋の中で考えて、でまた時間がすごい空いてるんで、うん、でみんなと会うのってその食事の時と練習の時ぐらい、あとはもうちょっと卓球とかビリヤードとかするぐらいなんでその格闘でしたね。ずっとそれでもうやっぱストレス溜まっちゃうんで、そういうことをサッカーの後に書いたり、はけ口もあってこうあれしたりして、その戻った時に一つのクラブでそういうフィジカル面もメンタル面も費やしたい、じゃないと持たないかなっていうのがあったんで、もう何を一つ削るかって言ったら代表しかなかったかなっていう、